こんにちは、ゴッドコータンです。今回は世界中にドラゴンがはびくるマインクラフト、コータンとドラゴンクラフトをやっていきたいと思います。前回まで捕まえていたドラゴンっていうのはティア1からティア2までのドラゴンであって、まあジップルバッグは除いてもみんなあんまり強くなく、そこら中にいるようなタイプのドラゴンでした。ですが今回捕まえるドラゴンは違います。今までのドラゴンと比べてもかなり凶悪かつかなり恐ろしいドラゴンなのです。そのドラゴンの名前はトリプルストライク、読み方ってるかわからんけれども、こういうタイプのドラゴンが、こいつは尻尾が3つあって恐ろしく凶暴なドラゴンらしくって、このドラゴンを服従させるためにはプレイヤーが実際にドラゴンと戦って相手を降伏させて初めて手なずけることができるのです。今までのドラゴンは装備脱いで食べ物与えたらヘコヘコするだけで手なずけられるよみたいな、アマチュアみたいな性格でしたが、今回のはそれらとは桁が違うわけです。ってことで、そんな凶暴なドラゴンと戦うためには武器が必要になってくるよな。ってことでね、ゴッドコーターはこんなものを用意しました。ピッケラン。このピッケランは前々回ぐらいに作った武器であって、ぶん投げることによって当たったブロックを破壊して僕の手持ちへ持ってきてくれるという、そういうツールなわけですね。さらにこいつ攻撃力がありまして、素の状態では攻撃力3でそんなに強い武器ではないんですけれども、こいつにエンチャントをつけるとこれまた便利な武器になるんですよ。攻撃用のピッケランを作ってですね、僕はトリプルストライカーというティア3第3級に位置するとても強いドラゴンを服従させていきたいと思う。エンチャントタイム、修繕、耐久3、ダメージ増加、貫通で、こいつの名前攻撃用コータランできた。攻撃量コータランだ。火力は6ある。普通のダイヤモンドの剣よりは低いけど、鉄の剣ぐらいの火力だ。それだけで十分だ。さらに、そのトリプルストライクの大好物は何だろうなっていう風に調べたら、牛肉らしい。ビーフだ。相手を戦いによって服従させた後に、牛肉を相手に与えることによって、尻尾振って喜ぶそうだ。でもって、僕のために一生懸命働く、いわばしもべのような存在になるわけだね。さあ行こうか。ピューブ。今あれね、ドラゴンを口笛で呼び寄せてんの。ヒクとドラゴンのアニメの方でもさ、主人公たちが口笛とか鳴き声とかを真似してドラゴンをさ、自分たちのところに呼んでたからさ、ガオ、ドラゴンの鳴き声した。そしたらドラゴンが僕のところについてきて、キャーってこうやってくんだよ。で僕をこうやって乗せてトリプルストライクの元へと行くと。トリプルストライクがいるバイオームはメサバイオームだそうですね。座標はメモしている。安心しなさい。ってことでメサバイオームはでレッツゴーだ。このままね、X 座標をマイナス方向に進むことによってメサバイオームに着くことができるんですね。おー、かっこいいティラノサウルスみたいなドラゴンがいるな。こいつは僕が昔捕まえたやつですよ。名前は確かストリンガーだかなんだかだったよな。おお、モンスターナイトメアだ。かっこいいな、真っ赤っかで。でも今回お前を捕まえるつもりはないぞ。多分相当強いから。モンスターで悪夢を見せるんだぜ。めちゃ強いに決まってんじゃん。お、いた。こいつです。尻尾の模様がパンセクシャルの旗の色みたいな。このドラゴンの名前がトリプルスタ、スト、あ、スト、ト、あ、トリプルストライクですね。元の色は確か黒とか黄色とかだった気がします。では一旦寝ておこうか。こいつとこう、やんのか、やんのか、やんのか。いけ！お前戦え！こいつの体力を20以下にすることに、どこ行くんだ？どこ行くんだ？おーい！ちょっと僕が戦わないと意味ないんだけど。倒すなよ。優秀だが、やっぱお前に自由な行動させるのはちょっと厳しいな。こいつは戦わせて体力を20以下にすることによって服従させることができる。そんなドラゴンなんだけれども、ただこのね、僕が持っている紫イボくんが勝手に攻撃をしちゃうと火力が高すぎる。もともと体力70しかないもんな。僕直々に攻撃した方がいいな。くらえ！あー、こうたな。遅いな。くらえ！当たったぞ！今体力が65。こっからもうベチって殴ってしまえばさ、勝手に体力削れんじゃね？あいつが僕に敵対しないぐらいの距離を保って、くらえ！おー、いいじゃんかよ。お、ちょ、こっち来んな？こっち来んな？くらえ！いいねー！かっこいいじゃないですか、お前は尻尾が3つに分かれているんですよね。
先端の方が毒針みたいなデザインになってるけれども、実際にそうなのかはわからない。ただ本編のウィキペディアを見たら、なんだかナイトフューリーっていうヒックのドラゴンがいるんですよ。そのドラゴンのことを尻尾で巻きつかせて身動きを封じていたから結構強いと思います。こうやって攻撃をするか。ドラゴンはね、結構回復力が高いんですよね。だから攻撃頻度が遅めの武器だったら簡単に回復してしまうんですよ。夜になっちゃった。最悪だ。一旦寝るか。一旦夜。戦いの最初にいびきかくなんて、まったくバイキングの端くれだ。ほら。攻撃。お前、体力。もういいや。火の玉撃ってよ、お前。いけ、火の玉。あ、火の玉いけ。あ、火の玉。いけ。いいぞ。一気に攻撃力が15。いけ。いいぞ。もう一丁。いけ。いいね。今のうち牛肉持っておこう。いけ。いいよ。あと4だ。いけ。おい、どこ行くんだ、お前。いけ。おい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 、ちょ、こっから逃げるなんてそんな野暮なことはすんじゃねえよ。僕がせっかくお前に対して、よし、体力22、お前に対して攻撃して、手なずけてやろうとしているんだから。だから、くそ。ほら。ちょっと待ってね。一旦下がるね。よし、攻撃。で、このブーメランが帰ってきて、もう一回攻撃をし、体力が当たると、よーし、地面に落ちたぞ。素晴らしいな。これでこいつはくたばったな。じゃ、こっからが本番だ。牛肉あげるぞ。大丈夫か？ほらほら、牛肉だぞ。かわいそうだな。あー、23% か。暴力によって服従させることによって。はぁ！くそ！なんでこんなにドラウンドがたくさんいるんだ。しかも子供のやつ。ふざけんなよ。ドラウンドあっち行け。このドラゴンさんを今、手なずけてやってんだ。てか、この湖ドラウンド多すぎるだろ。海賊のホラー映画みたいなノリじゃないか。今は 42% がちょうどいいな。ドラウンドも邪魔だな、本当に。一旦こいつら邪魔だから片付けるな。さすがに、どっか行ってほしいかな。ドラウンドだからといって、トライデントも持っていない水中のこの死に損ないが僕に向かって寄ってたかったところで僕を倒せるわけがないんですよ。少しは身の程をわきまえろってんだ。あれ？トリプルストライク体力減ってね？やめろよな。こいつの火の玉当たってる？やばいな。どうしよう。でもあんな遠くにいたら僕あいつに命令できないからさ。それとも僕がドラウンドからの攻撃を受け、ありがとう。ありがとう。ありがとう。まあ、ゾンビにだけだよ。攻撃していいのは。こいつには攻撃すんじゃねえぞ。86%。いいね。他のドラゴンは防具とか武器とか全部脱がないとさ、敵対しちゃうんだけど、こいつは戦うこと前提で保護するわけだから。よし！手なずけられたかな、これで。100% だ！いいね。一旦お前を岸の方に持っていくぞ。お前に少しだけ乗らせてくれ。行くぞ。僕たちの絆を確かめ合おうじゃないか。お前の見た目マジで気に入ってるからさ。来たー！ピンポイントアクチュアリット。かっこいいドラゴンを手なずけることができた。マジで神ってるわ、お前のデザインは。ちょっとこっち見てくれ。超クールって感じ。特にお前のその尻尾の3本。まるで、キメラみたいでかっこいいわ。うわ、クソ、イケメン、お前。イケメンだわ。中学校とかにいたら女の子にモテモテだったろ。カシャ、素晴らしいね。紫イボの中にはサドルをたくさん入れているんだ。だからこのサドルを使って、お前に右クリックしてあげることによって、よし、乗ることができた。じゃあ、一丁一飛びするか。おー、かなり飛行能力は上々って感じ。それではこいつの説明をしよう。トリプルストライカー。こいつは3本の尻尾を持っているんだ。3本それぞれ別々の毒が入っているらしい。1本目の毒では麻痺をさせ、2本目の毒では緩やかな幻覚剤で戦闘力を低下させ、そして3本目の毒で血の中に灼熱の苦しみを生み出すとウィキに書いてあることから相当ひどい毒だそうだ。じゃあこのドラゴンに対して一旦攻撃して仕掛けてみるね。まず火の玉だ。おー、こいつの火の玉は爆発するんだな。素晴らしい。火力はどんなもんだ？あ、そんな減ってない。じゃあ、噛みつき攻撃とか。すげえ！こいつの一般的な攻撃によって、毒だ。毒だ。おお、すげえ。こいつは近距離攻撃を使うことによって、敵を毒状態にして殺すことができるんだ。見ろ、尻尾がピクついてるだろ？すっごいかっこいいじゃん。お前万能だな。火の玉も吐けるし、近距離攻撃によって相手を毒状態にすることもできるとか、かっこよすぎるだろ。じゃあ、ちょっとごめんな。紫イボ、今後、お前じゃなくてこっち側を、いや、
まだだ。この紫芋のいいところは、他の生き物を背中に乗せることができる。あ、さすがに乗せれないよな。そっか、じゃあやっぱ紫芋の方を乗っておこうかな。ただ遠出するときは、このトリプルストライクをしようか。トリプルストライクかっこいいからな。名前どうしよっか。この尻尾の色がね、赤、黄色、青つって、パンセクシュアルの旗の色とほとんど同じなんだよな。だからパンセクシュアルだからお前はパンコだ、パンコ。どう？パンコ。お前の名前パンコな。かわいいじゃん。パンコってなんか、あれだな、コロッケとか出そうだな。帰るぞ。みんな、我が家へ。さあ、行くぞ！かっこよすぎ。マジ、主人公。見ろ、この、この主人公が乗ってるようなドラゴン。マジで、ヒックとドラゴンの本編の方でのトリプルストライクの 3D デザインはクソほどダサかったんだけれども、マイクラになるとめっちゃかっこいいな。この凛々しい姿。やっぱ色なのかな？ただいま。こいつは第3級に位置するドラゴン。つまり、ティアーで言うところの3だな。だから、場所で言うところの、あ、この辺りがいいだろう。よろしくな。ちなみに、ジップルバックはティアー4だった気がするから、お前は少しだけ上にいなさい。うん、こっちの方がお前のティアーにはふさわしいぞ。こっちいいな。お前ってやっぱり強いドラゴンだったんだな。かっこいいぞ。ただ、今回の僕のお気に入りは、パンコくんことトリプルストライクだ。めちゃめちゃにかっこいいドラゴンをどうもありがとう。ってことで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。今回はこのトリプルストライクとの激しめの激しかったかな。まあ結構一方的だったな、戦いは。一方的な戦いによって手に入れることができた、かなり凶暴で毒を持っているトリプルストライクという凶暴なドラゴンを入手することができました。素晴らしく気分がいいね。チャンネル登録と高評価よろしく。バイバイ。